おはようございます。さあ行きましょうか。今日のね、天然ぶりの入荷状況です。さあこちらの方をご覧ください。徳島県の方から入荷ありました。昨日の夕方の水揚げです。こちらの方はね、10キロアップのサイズとなっております。こちらの方はね、産地の方でこちらの方ね、しっかり締めていただいて、入荷しております。ここ最近ね、高知、愛媛、徳島と四国のね、ブリがだん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 増えてきております。以前ね、三重県の方で桜ブリも少し上がったんですけどもね、今、まあ、全体的に四国の天然ブリが非常に増えてきている状態です。価格的にはそうですね、まだちょっと若干高いんですけどもね、あとしばらくお待ちください。もっともっと安くなってね、そして安くなると同時に魚の状態がすごく良くなってきます。皆様のね、家庭にね、安いブリ、美味しいブリが届きますようにね、私もね、待ちに待ってるんですけどもね、今日は徳島県の方から入荷ありました。はい、ご覧ください。大きいですね。こちらの方はね、釜の方も釜とろで、お作りで、食べれます。そしてね、塩焼き、そして、あら炊きと何でも持ってこいです。これからのね、メニューたくさん作れると思います。これは何や、これちょ、何やこれ出てきたぞ、これこれ、うわー、これようさん食べてますね、これ、このブリ。これはおそらく出たね、これね、餌見ていただいてもね、分かると思うんですけどもね、やっぱりすごく鮮度がいいですね。やっぱり鮮度が悪かったらね、餌も溶けとるんですわ。せやけどやっぱり昨日のね、夕方どれっていうことでね、もう餌もこれもうあれです、もうキラキラしてますね。はいはい、続きましてこちらの方行きましょうか。同じくね、四国、こちらの方はね、高知県の方からカサゴです。こちらの方はね、ちょっと特殊なんですけども、夢カサゴっていうお魚です。はい、通常ね、ガシラで案内させていただいてるんですけどもね、あ、こちらの方夢カサゴ、ガシラよりね、少し身質は柔らかいですね。こちらはね、おすすめとしましたらやっぱり煮付けですね。そして、唐揚げと、まあこちらのね、近いこちらのサイズであれば唐揚げ、こちらの大きいサイズであれば煮付けですね。ちょっとこうガシラより水っぽいんですけどもね、おすすめのガシラとなっております。夢カサゴとなっております。はい、そしてこちらの方、はい、久しぶりに入荷ありました。大門旗ですね。はい、とても綺麗ですね。こちらの方ね、もう一種類ね、宝石旗っていうお魚があるんですね。で、宝石旗と大門旗はよく似てるんですけどもね、これね、お客さんによくね、問い合わせあるんです。これ宝石旗やないんかと、いや違いますと、これなんでやねんいう話なんですけどもね、実は大門旗の場合はね、これこちらの方ご覧ください。尻尾の一番こっち末端のところが白くなってるんですね。こちらが大門旗の証拠となっております。はい、こちらの方でね、我々お客さんに大門旗と宝石旗の違いをね、案内させていただいてます。はい、まだまだね、寒い日が続いております。まあその中でも、一生懸命ね、大阪中央市場利州はですね、お魚を集めて、そのお魚をね、皆様の食卓に届けて、そして皆様がね、笑顔になりますように頑張ってまいります。今日はね、少し少なかったですけどもね、マグロの方はね、たくさん入っております。はい、じゃあこれで、今日の案内は終わります。どうぞ。はい、おはようございます。今日はですね、高知県の方から、
ご覧ください。姫路マグロが入荷しております。とても綺麗なマグロですね。少し、姫路マグロ、いつもジャンボサイズなんですけどもね、ちこいサイズで、サイズの方がですね、9キロサイズとなっております。がしかしですね、こちらの方、産地の方でお腹の方をね、抜いた状態でとても鮮度のいい状態で届いております。こちらの方もね、たくさん入荷しております。そしてね、こちらの方一度、私どものマグロ屋さん水野さんにね一度ちょっとこう下ろしていただいて、身の方をね確認したいと思います。まあ、こちらの方ね、マグロをおろすにあたって、大体、ぶどまりが大体ね、通常であれば60ぐらいなんですけども、実は、水野さんの方、ぶどまり70以上いくというね、スーパーテクニックを持ってます。一度ね、水野さん、一つよろしくお願い。ちょっとプレッシャーやけどね、目指せ、ぶどまり70、頼みますよ。そしたらね、今からおろしていきます。はい、水野さん、よろしくお願いします。やっぱり綺麗ね、これ。そうですね。とても綺麗な。これキワダマグロってでかいやつで、水野さんいつも何キロぐらいのおろしてるんですかね、いつも。40、50あたりが。やっぱり50ね、あれ僕も時々こう通ってるとこ見るんですけども、やっぱりあれ50キロぐらいあるんですね。ということはこれかなりやっぱり小いですね。かなり小さいですね。これ綺麗ですね。これがキハダです。これが黄色いのが。これで。キハダマグロなんですね。まあ、肌が全体的に黄色いっていうのが、ね、主に特徴はこれです。これこうやって持ったら一発で分かりますね。はい、なるほど。ほんでキハダ、あ、ここも黄色いね、はい、これでマグロの、大体やっぱりほら水野さんスーパー百貨店で行ったらみんな柵の状態でね並んでる、まあ、丸で見ることであんまりないですもんね、うん、これがね、もっと、ね、まあまあ、でかいです、ね、あ、もっとでかい、はい、長い。さあ、これで ね、なかなか見ることないんでね、さあ、解体始まります。やっぱりこれ普通の包丁やったら無理なんやね、これ硬いのね。そうですね、ナタがいいですね。ナタでね、はい、はい、うわー、これはノコギリ。ノコギリですね。あー、やっぱり硬いね。そうですね、背骨がね、包丁がすぐ切れなくなっちゃうんでね。あ、包丁がわやなんですね、はい。まあ、1回やね、2回やったらいいけど。あーは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 ー、そうですね、エラも綺麗ですね。エラも綺麗。あー、綺麗な、うわ、ここがいわゆるあれ、脳天トロいうとこやね、はい、脳天、脂はないですよ、赤身なんで、ね、あー、まさにこのエラが綺麗なんですよね。あー、やっぱり鮮度抜群ですね。はい、オッケー、頭が取れました。さあ、今から、はい、オッケー、はい、そしてあれですよね、次は釜の部分ですか。はい、釜始めます。はい、これやっぱり比較的ヒレの方は長い方なんですか。そうですね、長いですね。本マグロは短いですね。本マは短いですか。はい、でキワダの場合が結構長いです、ね、長いということ。で、ビンチョウはさらに長い。まださらに長い、はい、はあ、はあ、はあ、なかなか分かんないもんですよね。はい、単体、単体で見るとね結構分かりにくいです。並べてみると特に。あ、並べたらね、なるほど。さあ、今から釜の方を取っていきます。お、はい、綺麗ですね。やっぱり綺麗ですね、赤身の部分が、はい、とても血の色がやっぱり綺麗ですね。これはやっぱり金塊ですね。そう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 、はい、はい、玉の部分が取れました。そして尻尾長いので切ります。はい、これもノコギリで切っていきます。はい、 OK、 はい、はい、やっぱり逆にあれですか、水野さん、ちっこいからやりにくいとかそんなのありますありますね。いつもね、僕ここ通るときやっぱり大きい、ここね、目いっぱいのマグロいつもここに乗せてね、さばいてはるから逆にやりにくい。やるでしょ。やっぱり骨が細いとね。あー、なるほど。慎重にいかないとすぐね、反対側に行っちゃうから。あー、そうか。そうなんです。僕もあんまりこうやって水野さん、ちっこいマグロおろしてるのはあんまり見ないですからね。
これちょっとスーパーテクニックで。姫路はね、言ったら。でもあっさりして僕好きですよ。関西では人気あるでしょ。あー、これね、やっぱりちっこいマグロでもマグロのおろす手順は大きいやつと同じなんですか、これ。そうですね、一緒ですね。あー、マグロ屋の、まあ、もうね、本当のマグロのおろし方行くから、まだ一般のね、鮮魚の方とおろし方が。僕のおろし方と全然違います。僕らここらやったら横輪とかね、カツオとかね、よくおろすんですけどね。このおろし方はできないですよね。でもいっぺんちょっと今度やってみます。横輪なんかね、大きいの入ったらね。はい、どんな感じで、うわ、これやっぱり血合いも綺麗ですよ、これね。うわ、めちゃめちゃ鮮やかですね、これ。血合いの色も違いますよね、これ。これやっぱり、水野さん、やっぱり時間置いたらパーッと赤なっていくものなんですかね。そうですね、マグロの場合はあれですね、空気に触れると、それとあの特に冷やし込んだら、あ、冷蔵庫で。冷気で当てたらね。そうですね。これやっぱりね、マグロ、はい、体温高いんでね、もともとが。あーはーはーはー。ですので、まだ完全に、なんていうんですか、やっぱり冷やし切ってあげたら、色が出てくると。そうですね。これは綺麗な、これせやけど美味しい。水野さん、これひょっとして油って乗ってるんですか？油はないですね。やっぱり、はい、やっぱり木肌やからね、はい、でもなんかほら乗ってそうな、なんか僕見た感じするんですけども、やっぱり備えに乗ってない感じですよね。そうですね、やっぱり木肌ですね。でもこれ短冊とかにしてね、もう言いましたらマグロね、木肌の子ですから、はい、味はね、今さ丼ぶりにするとか、鉄火巻きとか、漬けとか、はい、漬けとかいいですね。鉄火巻き、はい、最高やわ。出た、スーパーテクニック出ました。出た、うわ、綺麗な、うわ、とても綺麗です。これはもう抜群ですね。まあ本当にね、高知県の方から何本ぐらい入ってきたら、もう100本150本、もうちょっと入ってきましたかね、今日はね。まあ今日明日とね、各スーパー、お魚屋さん、そして、料理屋さんなんかでね、たくさん納品いたします。ぜひね、こちらの方、姫路マグロ、はい、木肌マグロ、これぐらいのサイズだったら姫路ですね。姫路マグロね、はい、たくさんね、販売されると思います。価格的にもね、これめちゃくちゃ安いです。だからね、柵で、かなり量販されると思います。ぜひね、皆さん、お作り、そして手巻き寿司なんかも美味しいかも分かんないですね。あと漬けにして丼、はい、あれ別に寿司飯やのでも、ぬこご飯でも十分美味しいですよね。そうですね、まあ今やっぱ酢飯にしたら相性いいんでね。あ、マグロとね、酢飯っていうのはね、相性いい。じゃあね、ちょっと手間やけど、寿司飯に漬けの丼してで、海苔かけて、はい、最高ですね。まあこういった感じでですね、皆様のご家庭にね、そして食卓に美味しいお魚が届いてね、皆様がね、本当に笑顔になりますように、これからもね、良い魚、美味しい魚をね、食卓に届けたいと思います。はい、今日の案内は以上です。どうぞ。はい、おはようございます。今日紹介するのは、生食用の牡蠣、これですね。そうですね、水を切ってそのままポン酢で食べてもらってもいいし、僕は酒蒸しが好きなんで酒蒸しがおすすめです。はい、ありがとう。ぜひよかったら買ってみてください。ありがとうございました。はい、おはようございます。本日の商品案内です。まあこういったアナゴのかば焼き、こういうふうな、うなぎと同じような感じで味付けされて、かば焼きで、あとまあ蒸してる状態なんで、結構身もふわふわした柔らかい状態になってます。まあ3月になったらおひなさんでちらし寿司とか、そういうふうなに入れていただいてもいいかなと思います。
まあ、あと蒲焼きなんで、うなぎと同じような感じで穴子の、丼とかそういうふうなして食べていただいたら美味しいかなと思います。そうですね、はい、まあ以上で、まあ、あとはそうですね、ちらし寿司とか作るんであったらしらすとかちりめんとかもそういうふうなのもありますんで、まあ、そういったのをやって、ちらし寿司は 来月3月3日おひなさんで作っていただいたらいいかなと思います。はい、以上です。